どうもーやっちゃんこと探究学者のほうつきやすのぶですはいそれでは今から人体医療編の魅力について皆さんにお伝えしていきたいと思います皆さん人体とか医療について本格的に学んだことありますかなかなかないですよねうん例えば人の体にはどんな秘密があるのか例えば心臓の秘密とかね大腸の秘密 それから「肛門の秘密」とかね「おちんこの日」「バカ野郎」ねいろいろありますね秘密が、うん、あるいは医療といえば病気を治すわけでしょ、はい、どうすれば病気を治せるのかねそうねお薬飲み場じゃあさ薬を飲むとなんで病気って治んのん薬の中になんかさ病気の悪いやつをさ倒すとさなんかが入ってるわけどうなんでしょうね じゃあそもそも病気の正体っては何なのえバイキンマンバカ野郎あんなの本当にいるわけねえだアンパンマンの話だね病気の正体なのそうこのような人体の秘密や病気の秘密こういうものを解き明かしてきた人類の歴史っていうのがあるわけでしょ歴史っていうのは。ねみんなはさ本読めばパッてはもう分かるわけこんなことは。うん、でもさそれを 発見してきた人がいるわけだよ、ね、だってさ2,000年前3,000年前は、ね、知られてなかったんだから例えば注射なんてなかったんだよ、うん、それから手術なんてできなかったからね、うん、例えば、ね、どうしてるかったかっていうと、えー、じゃあそうだな例えば、はい、手、ね、手がなんか傷ができてすっげえやべえとかなるとどうなったか手をさ切り落としてたんだから、うん、それとか舌下がなんかこう、ね、悪くなっちゃったらどうしても舌引っこの椅子なんだよあるいは切り取ったり。 もうやばいよでしょ、うん、そういう状況から今の病院のすごいね、あのー、お医者さんたちのさ活躍っていうのがあるのは、ね、この人たちのおかげなんですよ。そうはい、人体両変の、ね、すごい魅力っていうのは、ね、人体医療の知恵っていうのを作ってきた人たちと一緒に。 人体や病気の秘密っていうのを君たちも学べちゃうってうこれすごいわけ、うん、でね、えー、まあ何人か、えー、素晴らしい人がいるんですけど、まあ、特にね初期の素晴らしい人って最初ねちょっとご紹介しますとねヒポクラテスさんはい彼こそが医学の父って呼ばれた人で、えー、今のお医者さんは誰でも知ってますね お医者さんになる時にあのヒポクラテスの誓いっていうのをね立てるらしいのでえ基本的にね医学部を卒業して医者免許を持ってる人はヒポクラテスのことは知っていると、うん、言われるぐらい今でも尊敬されているところが、ねえー、彼の医療というのはすぐには広まないというよりもむしろそれね,こうねじ曲げていっちゃう人がいるわけですね。はい、それが この男、うん、名前はねガレノスって言うんですけどはい彼のあだ名絶対的支配者はいこいつね人体要変のね最大のね悪役です、はい、多分ねみんなね死ねー死ねー言うんじゃねえかなはいでこのねガレノスを倒した男って言うんですよそれがこの人アンドレアス ベサリウスウーフーふーかっこいいねひげもじゃくんところがこの人、ね、ガリノスをぶっ倒して医療を前進させたっていう意味ではすごいいいんだけどあだ名がキモいわけ狂気の解剖や解剖屋っていうのは解剖する人です、ねえー、ちなみにこの人動物だけじゃなくて人間の体もバラバラに解剖してたそう彼こそは血の染められたヒーローなわけですようわ怖っ でこのペサレウスさんがねもう人間の体をバラバラに分解してそして人間の体の秘密っていうのを全部紐解いたんですけどその本っていうのがあってそれがファブリカっていうこの本なんですよちなみにこれね上野の人体店に行くと本物が飾られてるんですけど見た人いますか、うん、もしね時間があったらあの、うん、人体両辺に あの受けに来る前にあの上野の博物館の賃貸店行くといいかもあれもうやってねえのかなやってないやってるうん特別編っていうのがあってね、うん、やってるといいな今でもなはいこういうのをね登場しますはいもちろん探究学者でこのファブリカの本物は出てきませんけれどもね、えー、写真で実際の中身を見ることができます一体何が書いてあるのかそこにあるのは,はさあ このね、えー、ベサリウスさんのおかげで、えー、人間の体の中っていうのはもうね、分かるようになってそしてね、さまざまな臓器というのがそこにあることが、えー、明らかになっています。ね、現代ではもちろん、すべての臓器の役割、えー、分かっているんですけど、名前も。みんなどうですか全部分かるかなこれやりますから。 ちなみに、はい、この臓器の名前とか形とか特徴っていうのを全部、えー、授業中に覚えてもらってですね、こういうのやる。人体カルタ大会はい、こんな感じです。ね。はい、やっちゃんとか先生があのいろいろ読み上げますので、ね。うん、6メートルの長さのとか、なんかいろいろ説明そしたらね、はい、バンってね、通る。こういう人体カルタ、ちなみにこの人体カルタ大会で、えー、優勝すると、 賞金が出ます。頑張ってください。はい。さらにね、チームでね取り組む。これ個人個人でしょ？ね、チームで取り組むいろんなゲームっていうのもあって、例えばね、心臓ポンプリレー大会。ね、心臓の凄さを味わうためにあの血液、血液をあのバケツからバケツへとね、こう輸送させる。 そういういゲームもありますし、それからね、えー、胃とか小腸とか大腸とかその消化器系と呼ばれる、えー、臓器たちの素晴らしさを味わうために、はい、うんこ作り大会なんていうのもありますね見てくださいあの後ろのお母ちゃんねもう完全に爆笑してますようんでね、えー、ちなみにこの女の子たちなんとこの後、この自分たちで作ったうんこを食いました はい、ねというのがまあ,あの人体医療編なんであのねなんかあの多分知らないこともたくさんあるしそれからいろんなゲームもたくさん用意されてるのできっとね2日間興奮してうん楽しかったなってみんな言ってくれるんじゃないかなでねいいね番組があるんですよはいそれがこれ「n h k オンデマンドというねインターネットのサイトから「 タモリ山中伸弥驚き人体解明ヒストリーっていうのを見てみてください。はい、これね、実はあのー、探求学者の人体量編で登場するたくさんの,あの科学者っていうのがこの番組にも結構登場しててこれね、見てくるとね、だいぶね、予習になると思うな。うん、まあもちろんね、復習用としてこれ見てもいいと思いますよ、時間がない人はね。うんぜひぜひ あめくるめく人体医療の世界お楽しみに。